U-20 サッカー日本代表、U-20 サッカー日本代表、U-20、2、0サッカー日本代表は、日本サッカー協会、JF によって編成される20歳以下の、ナショナルチームである。FIFAU-20 ワールドカップの前年には U-19、日本代表、さらにその前年には U-18 日本代表と、故障が変わる。AFC、 U-19 選手権2004年までは AFC ユース選手権には1959年の第一回大会からすべての大会に参加3大会1982年1984年1986年連続での予選敗退はあったがそれ以外はすべて本大会出場を果たしている2016年に初優勝を果たした FIFA U-20 ワールドカップ2005年までは FIFA ワールドユース選手権には1979年大会に開催国として初出場を果たすが以降は16年間本大会出場から遠ざかる1995年大会で2度目の本大会出場初めてアジア予選を通過しての本大会出場を果たして以降は2007年大会まで7大会連続で 本大会出場を果たしたものの、2009年大会、2011年大会、2013年大会、2015年大会と4大会連続で本大会出場ならず、2017年大会は5大会ぶりに本大会の出場を獲得。1979年と2001年大会を除いてはすべて一時リーグ通過を果たしており、中でも 黄金世代と呼ばれた、小野晋司、元山正高原直弘らを擁して臨んだ1999年大会では、準優勝に輝いている。1977年チュニジア大会は、アジア予選で敗退し、出場権獲得はならなかった。1979年日本大会では、松本育夫監督の指揮のもと、小崎和夫、水沼隆史、柱谷孝一。 風間八博、柳下正明、鈴木敦氏らが出場した。2分いっぱいでグループリーグ3位となり、決勝トーナメント進出は果たせなかった。1981年オーストラリア大会はアジア予選で敗退し、出場権獲得はならなかった。1983年メキシコ大会はアジア予選で敗退し、出場権獲得はならなかった。 1985年ソ連大会はアジア予選で敗退し出場権獲得はならなかった。1987年チリ大会はアジア予選で敗退し出場権獲得はならなかった。1989年サウジアラビア大会はアジア予選で敗退し出場権獲得はならなかった。1991年ポルトガル大会は アジア予選で敗退し、出場権獲得はならなかった。1993年オーストラリア大会は、アジア予選で敗退し、出場権獲得はならなかった。グループリーグを突破し、準々決勝で、ブラジルに1-2で敗れるが、同大会での初のベスト8進出は、日本サッカー界にとって明るい話題となった。他の有力選手としては、 怪我の影響のため DF の中心選手の田中誠、この翌年に A 代表へ選出された奈良崎聖郷、西澤明範らがメンバーから外れている。後にトルシエジャパンの主力として活躍する森岡隆三も代表に選出されていたが、試合出場はない。監督は田中隆史。前回大会に出場した中田秀俊、松田直樹に加え、 宮本常康の三人は、早生まれのため他の最年長組の選手より一、学年上の先輩だったが、年齢的には国際基準の参加資格を満たしていた。しかし、中田と松田は前年のアトランタオリンピックに出場していたため、当時の大会規定で参加していない宮本のみが出場することができた後にこのルールは撤廃。その一方、 一世代下から長井雄一郎と南雄太が飛び級で参加し主力として活躍した。彼らを山本正国監督が率いて臨み、準々決勝でガーナに敗れるが2大会連続でベスト8進出を成し遂げた。1999年ナイジェリア大会では前年のフランス W 杯にも出場した小野真嗣を中心に、後に 英代表に名を連ねる元山正史、高原直弘、小笠原光夫、遠藤保一氏、中田浩二、稲本淳一、梶治良、酒井智之、張戸隆二、に大会連続出場の永井雄一郎、南雄太らを擁した、いわゆる黄金世代が、フィリップ・トルシエ監督の指揮のもとに準優勝という、日本作家史上に残る快挙を成し遂げた。大会の直前に主力であった。 金子誠事、市川大輔を不傷と疾病で書き、また稲本も不傷の回復途上で、コンディションが整わないなど不安視される要素も多かったが、その穴を感じさせぬ、各選手の活躍が目立った。精神面、戦術面双方の支柱であった、キャプテン小野を、警告類一席による、出場停止で書いた決勝ではスペインにゼロの四で、乾杯したものの、小野、本山は、 大会ベストイレブンにも選出された。また、準々決勝のメキシコ戦で、日本の鮮やかなプレーに興奮した観客が、試合終了後選手を祝福しようと、ピッチになだれ込むハプニングがあったことに、代表されるように、この大会における、日本の試合の質は高かった。グループリーグのイングランド戦では、照明塔の半分が突然ダウンし、薄暗い中での試合が強行される。 決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦では、後半し早々、交代三人枠を使い切ったポルトガルのキーパーが負傷退場し、急遽、フィールドプレイヤーが代わりに、キーパーになり10人で戦うなどの陳時もあった。西村秋広監督の思考する攻撃的サッカーで挑んだが、大久保義と、安倍勇樹、松井大輔、紺野康幸、森ニは照之といった、すでに J リーグの 各クラブで主力の位置にあった選手を怪我でかいたこともあって、グループリーグ突破はならなかった。この年代は1999年のフィファユマイナス17、世界選手権の出場を逃し、ワールドユースでいきなり世界と戦うことになったことから、強化の谷間という意味で谷間の世と呼ばれていたが、前3大会で果たした決勝トーナメント進出を逃したことで、 実力的な谷間という意味が付きまとうようになった。しかし、この年代からは多くの日本代表選手を排出し中核を担っている。当初、選出されていたモニワテルユキは怪我のため登録解除、代わりにナスダイスケを登録。2003年 UAE 大会では大熊清監督が就任し、全大会の出場を直前の怪我で逃した。 コンノヤスユキを中心とする世代を率いた。グループリーグを突破し、ベスト16ラウンドでは韓国に勝利。準々決勝で、ブラジルに大敗するもベスト8の成績を残した。なお、坂田大輔が4得点を挙げ大会得点王に、輝いた。また、平山壮太が2、3位連勝ながら、飛び級で招集された。2005年オランダ大会では2大会連続で、 出場した平山聡太を中心とするメンバーで、前回大会に引き続いて、大熊清監督が指揮をとって挑んだ。日本はグループリーグを2分1敗の勝ち点2という成績だったが、同グループ1位通過のオランダを除く3カ国が2分1敗の勝ち点2で並び、結果得失点差でグループリーグを2位で通過することとなった。しかし決勝トーナメントの初戦、 ベスト16で、モロッコに0の1で敗退。結局、大会を通じて一勝もできずに大会を終える結果となった。大熊は、大会後、チーム立ち上げ時からの選手に情が入ってしまったと、振り返った。2007年カナダ大会では、長年ユース年代の代表にコーチングスタッフとして参加した、吉田康氏が監督に就任した。グループリーグでは、 フィファ主催の世界大会において、日本サッカー史上初めて2試合で突破を決めたが、決勝トーナメント初戦では、この大会を準優勝した、チェコ相手に2点をリードしながら追いつか、PK 戦に敗れた。前回とは、対照的に1敗もすることなく、PK 敗退は記録上引き分け扱い同じベスト16で大会を終えたが、フィファフェアプレー賞を受賞した。 ゴールを決めた時に行うビリーズブートキャンプなどのパフォーマンスでも注目を集め、明るいチームカラーから、調子乗り世代、悪キ世代、お調子者世代と評された。また全4試合を戦ったビクトリアでも人気は高く、日本代表のユニフォームは完売したほどであった。2009FIFAU-20 ワールドカップは、その前年2008年に開催されたアジア予選で、 準々決勝で敗退し、1995年大会以来の8大会続けての出場権獲得はならなかった。監督は、牧内達也。2011FIFAU-20 ワールドカップは、2010年に開催されたアジア予選準々決勝で敗退したため、出場ならず。監督は、布圭一郎。2013FIFAU-20 ワールドカップは、 2012年に開催されたアジア予選準々決勝で敗退したため出場ならず、これで3大会連続で本戦出場を逃した。監督は吉田康史。2015FIFAU-20 ワールドカップは2014年に開催されたアジア予選準々決勝で敗退したため出場できなかった。これで4大会連続で本戦出場を逃したことになる。 さらに、この年は U-17 日本代表もアジア予選を突破できなかったため28年ぶりに両代表が世界大会へ出場できないという事態となった。監督は鈴木正和。2017FIFAU-20 ワールドカップは2016年に開催された AFCU-19 選手権2016大会において見事優勝を果たし、 日本にとって5大会ぶりの出場となった。監督は内山敦志。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。